ああ、お父さんとゲイブが喧嘩してるのかな。こんな時にはいつもこれが助けてくれた。私は嵐が過ぎ去るのを必死に待つだけ。音量を最大にすれば何も聞かずに済む。したいのはわかる。でもあの日を再現するんだ。止めに。いつも喧嘩を止めようとしてたけど、私が何したって。そっか。ちょっとじゃあ、これはタイムリミットとかないんでしょ？ちょっと探索 してから行きます。それどころじゃないと思うんだけど。兄さん、このリュックほとんど使わなかったよね。学校に行かなかったから。すごいあれですね。これはどういう生活なの？一応2階もあるけど、リビングにベッドが2つ。こっちが兄貴 あのベッドってことかな。リビングで寝てたのか。これ兄さんが生まれる前から使ってたみたい。懐かしいですね。ビデオテープ付きのテレビっぽいですよね。懐かしい。ごめんね、約束守れなくて。多分うちで一番の高級品、これのおかげで正気を保ててた。うん、兄貴はちゃんと向き合いなさい的な感じで接してるじゃないですか、アレックスに対して。洗濯した後、父さんの服はここに置いてた、見つけやすいようにって。多分アレックスの中でずっとその幼少期、自分の幼少期のその思い出がちょっとこう引っかかってるのかな。でそれは兄貴も分かってるから、こういう風に乗り越えてほしいっていう意味で。今も昔もずっと一緒だね。そうだね、確かにベッドに置いてたもんね。この本のキラーミストレスのコード、めちゃくちゃなんだよね。ギターね、昔僕も持ってましたね。兄さんはヒットする前からこの漫画好きだったけど、この頃の私にはちょっと黒すぎたな。ちょっとあれですね、クイエルっぽいな。クイエルって皆さん分かりますか？シミ。家も家族もボロボロ。あ、
そんな言うなよ。母さんの裁縫道具入れだ。多分私が生まれる前から使ってる。はい、そら。タバコを片付けるのすごく嫌だったな。グリーティングカードが入ってる。母さんが全部ここにしまってた。幸せは招けなかった。招き猫好きなんだね。よっぽどキーホルダー。支払い日順に並べてから父さんに渡すのが私のこだわり。ハロウィンで狼男やりたかったけど、お金なくて断念したんだよね。母さんがいなくなってからは冷蔵庫はいつも空っぽ。あ、なんかありますよ。児童保護が何なのかも知らなかったけど、なんとなく怖かった。こんにちは、レスリー・ハロランよ。オレゴン州児童保護サービスから来たの。夕べはお父さんと喧嘩したんだって。今お父さんはいるかしら。その昨夜ですよね。喧嘩なんてしてませんよ。実は今度学校で演劇をやるんで、親父とセリフの練習をしてて。あら、そうだったのね。でも何か相談したいことがあればそこの番号にかけてちょうだい。誰かが通報したのかな。炊飯器、お米と水は1対2、タイマーは30分。待ってる間に宿題を終わらせる。アメリカってどうなんですかね。炊飯器のイメージがあんまりないんですけど、僕がブラジルにいた頃は炊飯器なかったですね。他の家、僕の家もなかった普通に鍋で炊いてましたね。母さんはここのものを使いこなしてた。料理上手だったな。父さんのビールよく兄さんが盗んでたな父さんはそのことで怒ったりしなかったけど。怒らないんだね。この頃は二人とも幸せだったんだ。この頃は、これ2階は上がれないですね。そろそろいいかな。もう調べるとこはとりあえず調べましたね。全部行きましょう。いつもこんな風に怒鳴り合ってたっけ。止めれるかな。おい待て、アレックスには言わないつもりかよ。いい加減静かにしろ。知るかよ、こいつ仕事をクビになったんだ。まただぞ。ありえねえよ。まったく。その口の聞き方は何だ。大体何も知らないくせに偉そうな口を聞くな。あれは仕方なかったんだ。大丈夫、なんとかなるよ。例えば。なんだそりゃ、家賃も払わねえとだし、どうすんだ。レコード売ろうよ。それから私のギター売ればいいじゃん。なんでそんなことしなきゃいけないんだよ。こいつのせいなのに。母さんが生きてたら。お風呂は関係ねえだろ。リーブいい加減都合悪くなった時にお袋の名前出すのやめろよ。触るんじゃねえよ、クソ野郎。どうぞ。おい、アレックス。大丈夫、平気。ちょっと当たっただけ。アレックス、わざとじゃ。ねえ、気にしないで。別に痛くないし。もう限界だ。お父さん泣いてるね。ここを出ていく。児童保護の人間がまた来るだろう。そいつを頼れ。
父さん。すまない。やだ。待ってよ。お父さん、お父さん、あそこで諦めちゃうの？お父さん？お父さんからの手紙？なあ、ここってさ、どこの施設なんだ？シカゴのとこか。さびれてんな。ねえ、これまだ続けるの？もう無理。アレックス。何？自分の過去とちゃんと向き合え。なんで？私もう十分向き合ったよ。まだだ。やるぞ。1年後、俺は16で車を盗み少年院に入った。ねえ、やめよう。ついにお前は一人になった。それから施設を転々としたり、里親ができても扱いが存在で苦しんだ。17の頃にはもう諦めてた。それとお前はそれまでのどこかであの力を手に入れちまった。諦めたのはそのせいでもある。そうだろ？もうやめようよ、アレックス。座れ。やっぱりやらないといけないの？やっぱり手紙なんだね、お父さんからの。この頃は毎日手紙を書いてた。バカみたいだな。やっぱり親父に会いたかったんだな。でも父さんは会いたくなかったみたい。ほんとバカみたいだね。そんなわけないでしょ。幸せは毎日の選択から生まれる。あ、シュシュ、ここにもいますね。シュシュもついてくれてる。そいつとはずっと一緒だな。兄さんがいなくなってから唯一の友達だからね。水を飲みたいときはこれから直接飲んでたよ。コップは持ち込み禁止だったから。なんでダメなんだ？水を飲む以外の使い方をするからだよ。他の子の顔に投げつけたりね。それ言ったらもう何でもそうだと思うけどね、ものは。多分アレックスの場合は特別かもしれないね。実際にそれをやってしまったんだろうね、誰かに。鍵がかかってるな。消灯時間後は鍵をかけてたからね、逃げられないように。なるほど。
この部屋の子供たちが飲まされてた薬だ。僕はちょっと薬はね詳しくないですけど、ちょっとアレックスだけなんかすごく多いね。いやこれはもう薬漬けと言ってもおかしくない量じゃないですか。飲んだ薬か。うん、そう。効く薬もあったけど私の症状は治らなかった。超能力は精神科医が治せるものじゃないからな。今見てもやっぱり刑務所みたい。でも防犯用じゃないのか。かもしれないけど、どちらかといえば子供を閉じ込める方に役立ってたね。そうね、内側にあるしね、割ったりする可能性があるからか。ルール。フォークを持ち込んでマットの下に隠したことがあったな。もう刑務所じゃん、やってること。この規則にムカついたから。午後9時消灯。消灯後、音楽プレイやテレビ、スマートフォンとかも一切ダメなんですね。でもそれ以外の時間だったら平気っていうこと？同じこと子供にも書いとけっての。当施設のものですって？まあそれくらい物扱いされてたし。よそ行きの服。いい服だな。みんな一着だけいい服を持ってたんだ、面会の時に着るために。お前も里親の。まあね、でもいい服着たって意味なかったよ。誰がこれを書いたんだっけ。サディ、いやサリーだっけ。多分そんな感じの名前だった。友達だったんじゃないのか。最初だけね。切れた私を見た後は近づいてもくれなかった。他のみんなと同じ。うん、光ってますね。ギターの弦だけはここにあるけど、肝心のギターはどこだろう。怒り。マジ意味わかんない。私のギター返してよ。もう何度も言っただろう。この部屋で弾いちゃダメだ。昼間、迷惑にならないとこで弾きなさい。そんなルール知らない。私は今この部屋で弾きたいの。昼間じゃダメなんだよ。アレックス、いい加減にしろ。これ以上逆らうならギターを没収するぞ。いいんだな。没収なんてさせないから。すごいね強い。そしてわがまま。どうしても弾きたい。ここじゃなきゃダメ。すごい。さあ、じゃあ座りましょうか。怖い怖いな。なんだこの演出は。誰か二人いるよ。え、どうしたらいいの。あ、これを使うのか。いろいろあったっていう話だからな。とてもじゃないが、うちではこの子を受け止められそうにない。きついな、この能力を持って里親のところに行くのってきついですよね。まだなんか本
当の自分の家族だったらまだしも、結局ね、里親って言ったってね、他人ですからね。よし頑張ろうと思っても、あんな風にね、心を読めちゃうと打ち解けるにも打ち解けられない。この子は繊細って聞いてたけど、どういうことだろう。この年まで里親がいないなんて。すごくいい子なんでしょうけど、うちには馴染めないんじゃないかしら。もうほとんど大人ですよね。確か喧嘩ばっかりしてるっていう子だったわよね。確かにかわいそうとは思うが、でもなんというか、あの子は異常だ。おかしい。無理ね。すまん。ひどいよ。つらいか。まあね、つらくないわけないでしょ。そうだよな。誰もお前を望まなかった。家族もバラバラ。お前は何もできなかった。私なりに頑張ったつもりなど。責任感じる必要なんかねえよ。11歳のガキには荷が重すぎたんだ。忘れろ。家族はバラバラで、どこの家にも馴染めなくて、今までのお前の人生辛いことばっかだったよな。でもこれまでだ。悲しいんだったら泣けばいい。怒ったっていい。それでいいんだ。誰かを気にする必要なんてない。誰もお前の人生は奪えない。戦え。自信ないよ。何言ってんだよ。お前には力があるじゃないか。お前の人生はこれからだ。さあ行け。目を覚まして戦え。兄貴いいこと言いますね。いや、うわあ、痛々しいな。兄貴からもらったマッチですよね。残り1本しか入ってない。
でもよかった、生きててね。兄貴に助けられましたね。絶対ここから出てやる。ジェドがここに秘密があるって言ってましたよね。あれこっちも行けますね。今の状況じゃ使い道はないね。あ、ちょっとあれですね、時間的にいい感じだから一旦ここで終わりにしようかな。早く続きやりたいけど。はい、ということでね、今回いろいろねアレックスの過去を知ることができましたけど、11歳でね、まあそれよりもね前お母さんがね亡くなってからいろんなことがね彼女の身に起きて、難しいですよね。あの向き合う人と、だって誰だってね素直に向き合えたらそりゃいいけど、やっぱりそうさせない環境だったり、ね、人だったりっていうのがあったりして、いくら自分が望む形があったとしてもそういう風になれない。死んでたまるか。そうだよ。まあね、いろいろありますよね。まあ一番良くないのはきっと一人になって自分のね殻に閉じこもってしまうのが一番多分良くない気がしますね。だからそういう意味でも兄貴はどうにか彼女を助けたかったでしょうね。で彼女は、怪我してね、多分意識が朦朧としてる状態だったんでしょうね。でそこで兄貴が助けに来たっていう、そんな感じかな。はい、まあ、とりあえず今回この辺にします。お疲れ様でした。バイバイ。